めっちゃ野手投げだって書かれてるんですよ。そもそも投げ方に問題があるんじゃないかって。なんか野手投げとピッチャー投げっていうんですよ。何が違うの？野手投げっていうのは、まあ正直なんじゃそらって思うやん。野手からしたら、いや普通に投げてるやろ。でも誰もが野手やと気づくやん。なぜ誰もが野手投げだと言い出すのか。なんで急にカメラが回り出したの？いや面白い話が聞けそうな感じがしたんだよ。なんで、うん、中1ぐらいで外野肩強いから急にピッチャーやらされたやつかも、ありますね。どうしても拭えないっていうのは、はい、なぜなのか。ありもせんこと言われてるわけじゃないからさ、はい、間違いなく太古から野手投げという概念はあって、そうですね、それこそ俺が子供の頃からバレー部しかやったことなかった少年野球から教えたおっさんが野手投げって言えるというぐらいに野手投げってある。はいはいはい、何がちゃうやろなっていうね。確かに。そうですね。俺のこれ仮説がちょっとあって、実は、はい、下半身の使い方なんですよ。ほう、ね、下半身の使い方っていうのはもちろんそんな1個じゃない、1個の使い方技術いっぱいあるし、今総論で言うと外野手って助走したら俺らに負けへんやん、意外と遠投とか。あ、まあそうですね、助走つける。確かにそうですね。でも遠投でさ、ピッチャー陣と高めた、はい、プロとはいえね、ピッチャー陣と遠投勝負するって言ってこれで遠投して勝てると思う。セットというか、まあ助走なしですよね。足上げて投げた時の。これはピッチャーエグいですよ。そうや、意外とピッチャーってさ、はい、助走してもこうやって変なしクイックでこう投げても結構パーンと同じぐらい飛ぶやん。はいはいはい。あれはピッチャーは何の技術を持ってるかっていうと、マウンドのあの空間で助走する技術をずっと追求してるの、いろんな方法で。おお。だからこうやってこうやって投げたら誰だって、あ、たまにあのね、球速上がってる時でもさ、はい、うわーとかで170キロ出したりするやんか。しますね。ピッチャーは助走せずにその場でこう行くんじゃなくて引っ張ってグワーッとこう、はいはいはい、幅を作るのがうまい。はい、今の動きで何だか分かる。分かります、分かります。野手って持ったら投げたいからパンってイメージで言うと、パッてすぐここが出ていく。ピッチャーは分かる、はい、うわお、明らかに違う感じしますね。明らかに足上げたら幅を作りに行く。幅作ってトップできてからうわお、長く加速してる、はい、この加速してる幅をなんとなく見たら、みんな分析できてないんだけど、短いやつはってやる、足上げる、ってやる。なるほど、なるほど。自分そんなこっちに残そうなんてしなかったですよ。もうキャッチャーの構えたところにフォアボール出さないように、はい、必死にそこにまず投げる。今いろんなあの、はい、練習はあるけど、昔流行ったのが上げてピッチャーは L 字に下ろしなさい。ああ、はいはい。それ何かっていうと、足を、そうそう、今のでも実は高野が行ってしまってるんです。スッて上げて下ろしてスッて行き過ぎる。ああ、行ってますね、めちゃめちゃ行ってますね。上げて下ろして、はい、足だけ行って、あ、足だけ行って、はい、ここで幅が作られて割られて、そこから加速していく。恐ろしく違いますよ、高橋さん。恐ろしく違う。足だけ行って、そうそうそう。まあ、抵抗で、ここそうそう、イメージはね、まだ見えない。だからそういう技術って、野手はいらないんだよ。俺だって、ステップ踏んだらあかんから、やらないといけなくなるわけじゃん。はい、助走した方がパワーは出るし、助走した方がここで後ろでトップ作ってまっすぐなるべく幅を持った方がコントロールができてくるんで、円運動が、はい、丸の運動がこう幅を持つことで線運動に近づいていくから、はい、円運動になるわけ。これをこうやられるとこっから勝負になる、はい、でも これをこうここで作るとちょっとでもこっちで作るとこのままいくとこっからラインが長いというか、ボールに触れてられる時間が長いから最後スピンもかかりやすい。こういくやつでスピンすごいやつは見たことない。確かに空気がこうやって入るかのようなプロを振っちゃったら、ブワッと入ってブワッと最後この中からブワッと出てるみたいな動きしようよ、はい、あれってここの加速のことがやったらいい。なるほど、そう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 、イメージのピッチャーっぽくなった。おちょっとピッチャーっぽい、ちょっとピッチャーっぽい。いやいや、
なんか顔がなんかなんで顔はずっとこっち向いてなんかぬーみたいな顔してるんですか。いやいや、こうやっぱこの軸をさ、はい、軸を保ちたいからさ、どうしてもこっち向いたままになっちゃう。今流行ってるのはあの、まあ、キングオブザヘルもそうやし、メジャーとかもね、はい、蹴りに行ってるでしょ、確かに。そうです、右足。今あの今流行ってるの、昔の俺らの時ってな、はい、こうやって曲げるピッチャーも結構多かったのよ。あ、膝をですね。今でもプロいるよ、まっすぐって流行ってるよね、右足は。おお、一切曲げない、はい、俺がこれね、学生の時にね、あの雑誌で見た時に、速いピッチャーは逆死ができるっていう。逆死、逆死っていうのは、はい、こう加速してた時に、はい、ここ、おー、本当は逆死ですね。ここ、はい、逆死、はい、松坂投手の全盛期っぽくない、このぽいぽいっす、っすこういうピッチャーは球が速いっていうわけ、はい、打診書いてんの、はい、こういうピッチャーは球が速いしか書いてないどうしたらそうなるかが全く説明されてなくて、はい、なるほど。逆進をこうやって作ろうとしてたよとりあえず、とりあえず、とりあえず意味も分からず、はい、何かっていうと、プレート右足は最後こう、はい、蹴っていきたいと。ほんだら曲げて降りていくと蹴れないのよ。昔はこうやって捨てられてん、こうやって A とか、あ、なんか下げてみたいなやつがよくやってましたね、ピッチャー。これやとこうなんの、はいはいはい、膝が伸ばして、はい、でも残そうと思うとこうなんの、はいはいはい、確かに、はい、しっかり足を伸ばしたまま固定したまま前にこっちに倒れていくんだけど、体を残そうと思うと、はい、逆進できるっていうことに、お、20年越しに気づくっていう、ついについに。いや、俺も20年前に知ってたら俺もプロ行ってたと思う。いや、言ってたかな言ってましたね。今みたいに右足をプレートス概念と幅を作るっていう両輪するとしなるのね、こういうふうに残そうとすると足は突っ張ってたんだけど、こうなるわけ、はい、でここからここで押せてるから、さあ投げるぞっていうふうに幅がめっちゃあって、このプレートス状態が出来上がってるから、ブワーッと出ていく。なるほど、加速していくってことですね、体が。足はもうピーンとしておいて、突っかい棒のように倒れていくっていうイメージだったら結構簡単です。そうそうそう、あ、いい、意外と意外と意外と曲げて、そうそうそう、あ、いい、お、いい、ぽいぽいぽい、ピッチャーぽいぽいぽい、あ、ぽい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 、キャッチまでやってます。そこからこう大きく前に加速していくと、またこれ技術が出る。形はできてもってことですよ。そうそう、あの結局形ってね、あの最初はできんねんけど、はい、ピッチャーとかってやっぱこうパウルパーン鳴らすとショットで言うんだけど、タイミングがあるのよ。はい、さっさパーンって力を最大タイミングで出す。そのフォーム変えたらタイミングわけわからなくなる。本向かった時に1、2、2、3になった時にもう脳でバーン手出してもうてるから力が分散しちゃうっていう、はいはいはい、そこはあのタイミングのズレっていうのを修正するのは意識とか練習の仕方かな。おお、ピッチャーっぽい。この辺からちょっとしょぼかったしょぼい、しょぼい。こっからいい感じで来てるのか、この辺来ないなんかタコみたいじゃないですか、ここまでいい感じで、いい感じで来てる全部失う。最後プレート仕切りになってます、はい、実はまさにこの形になるんだけど、はい、これイメージだと思うんだけどね、はい、ここには実際投げてるとこうなってないよ、はい、体がやや残ってるから手が前に出てるイメージなんですよ、はい、あ、確かに確かに手がで、これって前に出てる。実はあの静止画でもみんな見たのかな、いいピッチャーでここにリリースがあっても、はい、だから中身結構低めこうって、はい、あの引っかかって沈んだりするよ、はいはい、やっぱりこれはこの肩のラインとリリースラインって合わせなあかん、ね、こうなんだ。あー、なるほど、なるほど、なるほど。これと同じリリースポイントだけど、だからさっきこうで、はい、こうなんだ。なるほど、このラインより肘は前に出ないっていうイメージで、だから体をここまで持ってこないといけないんだよね。最後リリースポイントってみんな言うねんけど、こうやってあかんの、これ実はもうここに、あー、体が、そう、あー、こういう状況なんだ、はい、押せる状況、これって押せない。はい、だからこれを持ってきたらすごいなんか投げ切り良さそうなピッチャーになってくる、はい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 、押せそうですね、めちゃめちゃ。でこれで最後ドーンっていう背中からボールが飛び出るような感じ、はいはいはい、これやとまさに野手っぽくてポンってやってくるから、ポンってこう人間の体も前から出てくる感じだけど、押し切られたらドーンっていったらほんまこっから出てくるみたいな。そうそう、いい、お、なんかいいっすよ、なんかなんかいいっすよ、なんかいい。やること多すぎて、いっぺんには無理や。おい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 、顔だけって何やってるの、キモさは残ってるけど、まあ、ええわええわ。これでピッチャーに一歩近づきました。聞いただけやから、聞いただけですね。これ今聞いてるリスナーの皆さんも全部近づいてるそんな甘くない、そんな甘くない
はい、皆さん、アッパレショップから夏の新商品のお知らせでございます。まずはこちら。はい、アッパレショップでもなかなか見ないシンプルなデザインの T シャツ、さらにこちら全3色、この夏モテにモテるラジカル T シャツでございます。夏の野球人に向けて新商品出してます。この夏いい思いした人はチェックしてみてねー。